サウ埼玉ラップアスリーロードサイドの逃亡者、脚本監督井出優で、公開はですね2012年公開予定と。よろしくお願いします。音楽の岩崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタンドガミスク拍手です。よろしくお願いします。インド役の北村明宏です。よろしくお願いします。名原役の板橋俊也です。よろしくお願いします。全員現場にいますのでよろしくお願いします。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 吐き出し中心からお手伝いさせていただきます。よろしくお願いし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 ます。トム役の三沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと一応出るかな、画像あの右にいる人が、ニューヨークの埼玉ラッパーを上映してきた時の上山さん手伝ってくれた方で、上山さん広報支援とかですね。広報支援ですね、はい、はい、お父様、飯田さん、はい、か物資を受け取る人五角所で2曲 と、ラストシーンで征夷大将軍と将軍がコラボする曲が1曲。その尺が芝居と設計にかかってくるんで、ステージの。じゃあ一旦とにかくリズムだけでもいいから渡すよ、うん、中外でやるのはこう脚本の中でワンシーンになっていても、その、まあ、外と中でワンシーンワンシーンっていう扱いになったりする。あと軽トラできたら、まあ、4トントラックは絶対大丈夫。メールマガジンサイトのマグマグですね、あの一番有名なやつ、堀江貴文さんとかやってるところで、週に1回のペースでメルマガを発行しています。車の数を300台で、想定してますので、あの例外的にちょっとボルトを抜いてフェンスを抜く形になるんですが、22のがライティングテストって考えてるんですね。よっぽどの台風が来ない限り雨天でもやりますと今お伝えください。想定外のことが起きるとしたらエキストラなんで、メインの役者、それからカメラワーク、まあ、音に関しては本番で NG を出したくないんですよ。はいはいはい。奥様何か心配してませんでした？子供のことは心配してましたけど。24度 49% という形ですね。まあ若干やっぱりまだ残暑が残ってて差があるので、私の友人の看護師含めて、まあ僕と一応看護師が2人は最低でもいる感じにしてます。実際何人の方が来ていただけるのか分かんないけれど、まあ、相当数の方が来ていただくことになると思いますが、その人たちはきっとみんな埼玉のラッパーワンツー見てすごくファンで好意で来てくれる人たちだと思うので、みんなのこう気持ちの入るみたいなことがあれば乗り越えていけるんじゃないかなと思いますので、エキストラもボランティアスタッフの方も含めてかなり前代未聞の映画の撮影スタイルになると思うんで、何でもいいんで気づいたことがあれば、これは僕らも初めての経験なんで、それからあと今深谷でも着々と準備が進んでるので、まあ、ぜひここに来てないボランティアスタッフの方もねぎらっていただけると、どっかで顔を合わせたら、嬉しいかなと思いますね。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。